はい、ありがとうございます。先ほどまでは坂下さんが昔何やってこられたかみたいなところをお話をお伺いして、うん、LG との参画の状況とかもお伺いしたんですけど、ちょっとこの動画では今されている事業についてお話をお伺いしたいなと思ってまして、はい、そもそも今 IT 事業をしてらっしゃると思うんですけど、なんでそれをしようと思ったんですか？元々は LG で難民的な背景を持っている方々と接する中で、当初は難民の人を助けたいって気持ちで入ったんですけども、もちろんその気持ちもあると同時に、なんか自分が想像してたいわゆる難民みたいなちょっとイメージが違ったんですね。要するに仕事もものすごいバリバリできそうな人たちもたくさんいるなっていうところが分かり、これはそういう人たちがたくさんいるのに難民って言われた瞬間にネガティブなイメージがどうしても覆ってしまうっていうのは、僕らにとってももったいないし、社会にとってももったいないし、彼らにとってももったいないので、であればビジネスを彼らと起こして難民的なものに対するネガティブなイメージを変えるものとしてビジネスっていうのは非常に有効な手段だろうなと思ってやり始めたっていうのは。確かにそうですよね、うん、ビジネスであれば別に難民であっても難民じゃなくても変わんないですからね、うん、そうですね。じゃあそういったところで難民のネガティブイメージを払拭させるというか、うんうん、そういったところも含めてされたって感じですね。そうですね。なるほど。実際どんな会社で何を今されてらっしゃるんですか？事業自体はウェブ制作なので、ウェブサービスとかアプリケーションとか、あとウェブページみたいなのを主に企業さんから作らせていただいたりとか、企業さんの大きいプロジェクトとかに日本人の間にディレクター挟みながら知り合い人のエンジニアが参画するみたいなことをやってたりとか、そのことをやってるっていうのが思うですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみに会社名お聞きしてもいいですか？会社ボンズットナーという読めないんですけど、みんなそれって何か意味があったんですか？造語で、これはベルサ・フォン・スットナーさんっていうオーストリアの女性の小説家で平和運動家の方が昔いて、はいはい、彼女がノーベル平和賞を初めて女性で受賞した方なんですよね、うん、彼女が生き方がすごくてすごく好きで、うん、その彼女に感銘を受けたっていうのが昔あって、で立ち上げた時にそのお名前を拝借して、スペルとかは全然違うんですけど、はいはい、ボンで良いっていうのと、ずっとって今まで言うと持続的って感じですね、うん、ずっと言い合うと人的な良き人をずっとありたいっていう意味を込めてこの名前にしたと。あ、そうなんですね。そういったところで起用されて、ボンズットナーの企業ではシリアの難民の方を対象にする、まあ、そうですね。シリアの難民の人もいるし、シリア人もいるしって感じで混ぜ混ぜで、なるほどなるほど、うん、海外の方のリソースを使って、うん、IT であったりとか、うん、ウェブ制作みたいなところを受け取ってるようなイメージなんですね。そうです。なるほど、面白いですね。ちなみになんですけど、今って何年目ぐらいですか？今は登記してからは3年目になるのかな。そうですね。実際どうですか、日本の企業さん側にうまく入り込める感じなんですかね？今としては結構自分たちの強みも分かってきたので、感触としては僕は絶対できるなってところなんですけど、いかんせん僕はウェブ業界の知見とかコネがないのでどううまく入っていけばいいのか分からないみたいな感じで、いや絶対このリソースはサービスご利用いただいてる方から考えても、どう考えてもバリューがあるはずなんでっていうところが今苦戦はしてます。なるほど、ありがとうございます。まあ、日本で開発するよりも安価で外注できるって言ったらあれですけど、そんなイメージがあるんですけど、そんなイメージ合ってますかね？そうですね、僕らは安価なのを打ち出すのをやめるようにしていて、うん、日本だったら転職マーケットとか派遣のマーケットに出てこないぐらいの技術レイヤーの人たちが全然僕らはいますよ。もちろん多少は価格競争性は持たせるんですけどっていうところで、だからうちこれできる人が2人欲しいんだけどって、日本で人材紹介探しに行ってもなかなか捕まんないし、捕まってあれしたらそのレイヤーの人と何百万紹介料かかって1年後にいなくなっちゃうかもしれないみたいな、あるじゃないですか。そういうことは基本的にはうちで起きないので、そこら辺は非常に大きいというか、バリューとしてはあるだろうなっていう。あ、なるほど、確かにそうですよね。エンジニアって結構転職しちゃいますもんね自分の専門性をどん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 進めていきたいんでそういったところあるんですけど、そういったところすぐ用意できるっていう部分もあるってことですね。はい、なるほど、ありがとうございます。今何社ぐらいとやり取りされてらっしゃるんですか？案件の規模本当にすごいちっちゃいのもあるんですけど、10社さんぐらいはある。あ、そうなんだ、すげえ。それどうやって営業獲得してくるんですか？知り合い経由ですね。ご紹介いただくとかのがほとんどですね。そうなんですね、うん、ちなみに今3年やってて、うん、めちゃくちゃ嬉しかったよみたいな出来事あります？ビジネスでやってるからには絶対ビジネスバリューだけで勝たなきゃいけないし、それでお客さんに提供しなきゃいけないと思うんですけど、とはいえ僕らの場合は一番伝えたいのはそこではなくて、例えばシリアの人がいるとか、例えば難民的な背景を描いる人たちが参画してたりとかするケースもあったりするので、そういうところを知ってもらって共感してもらって、だからこそお仕事をっていう風にやってもらえるときはすごい嬉しいですね。なるほど、そういう観点で言ったときって NGO でもできちゃう可能性もあるかなと思ってるんですけど、あえて民間企業にしてるところって何か理由があるんですか？まず一つは印象ですね。日本の NPO とか NGO とかソーシャルセクターってそんなに昔よりあるかもしれないですけど知られてないっていうところで、かつ印象として全く同じビジネスをやって全く同じ売り上げとしてもイメージとしてなんか支援されてるんじゃないっていうのが多分ついちゃうと思うんですね、色が見え方の。ビジネスでやったらそうじゃないですよ、見え方はしやすいと思うので、まず一つはそこがすごい大きいですね。あ、なるほどですね、うん、NPO とか NGO になっちゃうと、どうしても対等で語れなくなるっていうニュアンスも
ちょっとあるんで、うん、そういったところを払拭するためにビジネスをしてるんですよ。です対等でっていう意味ですよね。 それは別にシリア人だろう、うん、日本人だろうか関係なく、うん、ビジネスとしてそこの求められたものに対してしっかりとそのバリューを出していく、うん、こういう関係性が坂下さんの求められてるようなことなんですね。そうです。あ、なるほど。ちなみにシリア人のエンジニアの方を活用されてらっしゃるじゃないですか、うんうん、良さって何かあるんですか。中東の方とか日本以外って時間にルーズな印象あるじゃないですか。まあそういう人もいるんですけど、思った以上にそういうところも全然なんか普通に時間通りに来る、うん、全然来る。あ、すごい。そうなんだ。だし、はい、集まってるメンバーはたまたまそういう人たちが多いのかもしれないけど、誠実だったりとか、うん、そういう人たちが非常に多い。で、技術力はもちろん彼らは専門家として勉強して手も動かしてってところなので、うん、もちろんそこは僕がどうこういうレベルではない人たちが今集まってるんで、うんうん、あ、そうなんですね、うん、もう一点ちょっと聞いてみたいのが、シリアの方のエンジニアってどうやって探してくるんですか。最初はウェルジーの、はい、あの友達だったりとか、あとはジャイカの仕事をお手伝いさせてもらうことがあって、そこからつながったシリアの人が手伝ってくれて、 Facebook のグループとかあるらしいんですよ。どうもなんかそういうところに投稿したりとかして、はい、そこから広がっていって、初期の仲間はそこで作られて。すごいわ、そんなコミュニティがあるんですね。そうそうそう、そうなんですね。じゃあそういったところを活用してエンジニアの方を獲得して、うん、それを日本でバリュー出せるように紐づけていくと、はい、今後どういうことをしていきたいとかあるんですか。日本では今はお客様のいただくビジネスだったりそこに参画したりとかっていう形で、それを増やしていく、かつ彼らが活躍してるっていう会社の規模感みたいなのを求めようと思ってるので、それを増やしていくっていうことだったりとか、自社でのサービスに展開するっていうのもあるんですけど、あとは僕自身は現地というか、例えば今で言うとシリアに行って、大衆の方たちがどんな苦しみがあったりとか、どんな大変なことがあったりとかっていうのを知って、でそこに対してソリューションを提供するみたいなことをやりたいなと思ってるので、うんうん、あ、そうなんですね、はい、じゃあどっちかで言うと今後やりたいことは社会課題を解決するみたいな方向にシフトしていく、うん、もっともっとそうですね、イメージなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます、うん、最後にっていうところで聞いてみたいなと思ってるんですけど、坂下さんってフランスの貧乏旅行から始まり、うんうん、シリアであったりとか、はい、中東地域であったりとか、いわゆる難民のところも通じていろいろ世界見られてると思うんですけど、うん、その中で日本っていうのをどう見えてるのかっていうところちょっとお聞きしてみたいなと思ってて、あ、日本どう見えて、僕自身は日本好きですよ。と同時に愛があるからこそ、よく言われるようなゆでガエルとか言われるっていう状態も事実としてあると思いますし、どうしても高齢者の方が多いので政治っていうものがそっちに向いちゃうとかってもあったりとかして、プラスあとは自分たちの立ち位置として西洋なのかとか日本独自のものなのかとか、いろんなことがふわふわっとしてるというか、それは良さでもあり悪さでもありみたいなところがあると思っていて、強いリーダーシップが必ずしも必要だとは思わないんですけれども、もう少し根底に自分たちの大切にしてるものとか、そういった部分を相手を否定しないで話せるような文化だったりとか、それこそが成熟だと思うので、うん、むしろその部分で西洋社会を引っ張っていくぐらいになるべきだと僕は思います、はいはいはい、なるほど、ありがとうございます、うん、もう一点ちょっと違った目線で聞いてみたいんですけど、はい、坂下さんが考える国際協力って何だと思います？線を引くことをやめることかなと思いますね。具体的にどういう意味ですか？僕もミレニアル世代なので、うん、世代だけじゃないかもしれないですけども、感覚的に思うのが、国民国家とか人種とか、うん、それだけじゃない世界だからこそ、今メタバースっていうのもそれに近い考え方だと思っていて、だから国際協力っていうのは一種、日本がウガンダに橋を作りました、うん、井戸を作りましたっていうのは、それは一つ昔前の話の美しさでもあり、だからこそ与えられるものと与えるものだったりとか、それは一種線を作るっていうことで、自分たちで意図的に分断を作ることでもあって、そういう世界観から出していかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。お互いに支える時もあるし支える時もあるよねぐらいの感覚こそがこれからの、あ、そういうことですね。もともと橋を作る側と作られる側、うん、これで分断されてましたよねっていう、昔はそうですよね、うんうんうん、でも今そういう感じではないと、うん、それが例えば坂下さんの今の事業だと、うん、坂下さんがいないと事業もできないし、うんうん、でも一方でシリアのエンジニアの方もいらっしゃらないと、坂下さんの事業はもう頓挫しちゃいますよね、うんうん、こういった形でお互いが助け合って一つのことを成り立たせる、うんうん、これがいわゆる国際協力みたいな。そうですね、なるほど、うん、ありがとうございます。最後になんですけど、坂下さんが他の方にアドバイスできるとしたら何ですかね僕は本当に変な謙遜する意味じゃなくて、普通の人間なんで、ただ普通の人間がよく生きようって道徳とか倫理とか自分の中で考えようって生きてったら、多分いいご縁に結ばれるし、はい、そしたら導かれるように生きるみたいなこともできると思うので、必ずしも明確な夢とかがなくても、ふらりふらりと生きていく中で紡がれるストーリーとかはあると思いますし、それが人生だと思うので、あんまり固く考えずに肩の力も抜きながらやるっていうのが非常に大事かなと、うん、なるほど。10年後こうなっていたいとか、うん、そんな目標を立てることもいいと、うん、一方で別にそれがないんだったら、うんうん、今目の前にあることをちゃんとやるとか、うん、そんな先のことを考えなくて、うん、フラフラって言っててもいいんだよっていう話ですかね。そうですね、なるほど、はい。ちょっと今日は坂下さんに国際協力の中でシリアの方と一緒に IT 事業を進められているっていうところをお話しいただいたんですけれども、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンと
チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日は、ありがとうございました。ありがとうございました。